雪だるまを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。開きます。角を角に合わせて折ります。一度開きます。こちらの折り目の3分の1ぐらいで折ります。折り目で折ります。裏返してこちらの辺で内側に折ります。袋を開いて四角く折りたたみます。こちらの角を折り目に合わせて折ります。一度こちらをめくります。こちら1枚めくります。こちらの角をこちらの折り目に合わせて折ります。折り目で戻します。裏返して角と角を合わせて折ります。裏返してこちら側を少し見えるぐらいまでずらします。こちらを戻して裏返します。こちらの角を折り目に合わせて折ります。裏返します。こちらの角を後ろ側に折ります。こちら側も後ろ側に折ります。こちらの、色の境目のところを少しだけ切ります。こちらの白い部分を三角に折ります。こう飛び出している部分を内側に折ります。少しめくってこちらの、折り目で、中心ぐらいまで切ります。こちらを裏返して折り目に合わせ、こちらの辺に合わせて折ります。辺に合わせて戻します。折り目で戻します。こちらの部分を少しだけ折ります。折り目で折ります。裏返してこちらを内側に折ります。こちら上の三角を戻して上の1枚だけを折り目で切ります。
後ろ側に折ります。折り目で切って三角で切り落とします。角を後ろ側に折ります。作った三角を細長い三角にします。こちらの角を内側に折ります。こちらの三角を鼻のところに取り付けます。こちらで完成です。